倉間寺。倉間寺は、日本の京都府京都市左京区倉間本町に所在する寺である。1949年までは、天台宗に属したが、以降、独立して、倉間公共層本山となっている。三号は、倉間山。岩神の皇帝、岩帝によって解散されたという。本尊は、寺では、御琴天と称している。御琴天とは、微射門天皇。 千寿館世音、菩薩、五宝魔王尊の三味一体の本尊であるという。京都盆地の北に位置し、豊かな自然環境を残す倉間山の南斜面に位置する。倉間は、牛若丸、源義経が修行をした地として著名であり、能の倉間天狗でも知られる。震災国十三カ所第十九番札所である。なお、倉間寺への輸送機関として、 ケーブルカー、倉間山工作鉄道を運営しており、宗教法人としては、唯一の鉄道事業者ともなっている。寺に伝わる、倉間が維持演技、安馬が維持演技が、早々演技を伝えており、元人の皇帝、元帝が、宝棄元年、七百七十年に草案を結び、美写門店を安置したのが、始まりという。元帝は、 元人が塔から伴ってきた皇帝八名のうちの最年少であった。放紀三年七百七十二年のある夜、元帝は霊夢を見、山城国の北方に霊山があると告げられる。霊山を訪ねて出かけた元帝は、ある山の髪型に宝の倉を乗せた白馬の姿を見る。その山が倉間山であった。山に入った元帝は、お山の鬼に襲われ、殺されそうになるが、 あわやという時、枯れ木が倒れてきて、鬼は潰されてしまった。翌朝になると、そこには、微射門天の像があったので、元帝はこれを祀る一時を混流したという。この元帝の話は、倉間街寺演技以外の書物には見えず、どこまで史実を伝えるものかわからない。ただし、清水寺の早々演技と同様、なんと、奈良の僧が創建に関わったとしている点は注目さる。 根尺物語集、不創略記など諸書,書には別の伝承が見られる。それによれば、延暦15年、796年、藤原南家の出身で作り当時長官を務めた藤原伊勢人は、自分の個人的に信仰する観音を祀る寺を建てたいと考えていた。伊勢人は、ある夜見た霊夢のお告げに従い、白馬の跡を追って、倉間山に着くと、そこには、微写門天を祀る。 衝動、上述の眼鏡が出たものがあった。自分は観音を信仰しているのに、ここに祀られているのは、微射門天ではないか、と伊勢人はいぶかしがった。ところが、その晩の夢に一人の道士が現れ、観音も、微射門天も名前が違うだけで、実は、もともと一つのものなのだと告げた。こうして、伊勢人は、千寿観音の像を作って、微射門天と共に安置し、 クラマデラを創建したという。この伝承は、日本語記延暦15年、796年の上に、当時の造営の任に当たっていた藤原伊勢神野に、現在のクラマデラからほど近い木船神社の神が、現れクラマデラを混流するよう託戦したと、記されていることから、ほぼ史実であると考えられる。旧世期末の官票年間。 889年から897年、当時の僧、峰延べ、部園が入事した頃から、倉間寺は新聞衆寺院となるが、12世紀には天台宗に改修し、以後の倉間寺は長く昇霊院の支配下にあった。漢字5年、1091年には白川上皇が参詣、聖徳3年、1099年には関白藤原氏通が参詣するなど、 平安時代後期には広く信仰を集めていたようで、ある。枕の創始は、地高手陶器物の,の例として倉間寺の99、津々檻の賛同を挙げている。倉間寺は大春元年、1二2 6年の火災を、はじめとして、たびたび消失している。江戸時代の文化九年、1812年には、一山炎上する大火災があり、近代に入って1945年。 昭和20年にも本殿などが失している。このため、道具はいずれも新しいものだが、仏像などの文化財は豊富に伝えられている。昭和期の住職、しがらき幸運は1947年にアンバグ教を改装。1949年には天台宗から独立して、倉間公共層本山となっている。京都の奥にある倉間山は、 山岳信仰、山伏による密教も盛んであった。そのため山の精霊である天狗もまた倉間に住むと言われる。倉間に住む大天狗は、創上坊と呼ばれる最高位のものでありまた安場は天狗にとって最高位の山の一つであるとされる。京都の北に位置する倉間寺は、もともと美写門天、四天皇の内北方を守護するお本尊とし、合わせて、 千寿関ゼオンを祀った寺院であった。しかし、倉間公共立教後の現在の倉間寺の信仰形態は独特のもので、本尊についても若干の説明を要する。倉間公共立教後の寺の説明によると、倉間寺本殿近道、本堂の本尊は、御琴殿であるとされる。道内には中央に、微射門殿、向かって、右に、千寿関ゼオン、左には、 五方魔王ンが安置され、これらの三味を一体として、ミコトンと称している。ミコト天とは、すべての生命の生かし存在させる宇宙エネルギーで、あるとする。また、ビシャモン門天を、光の象徴にして、太陽の精霊、千寿艦ゼオンを、愛の象徴にして、月輪の精霊、魔王村を、力の象徴にして、大地、地球の霊をとしている。 クラマデラとはどこにでも存在するミコトンのパワーが特に多い場所にして、そのパワーに包まれるための道場であるとしている。ミコトンの一人、ゴホーマオーソン、サナートクマラとは650万年前、650年の間違いではない。近世から地球に降り立ったもので、その体は通常の人間とは異なる元素からなり、その年齢は16歳のまま。 年を取ることのない永遠の存在であるという。本殿近藤の美写門天、千樹観世音、五宝魔王村はいずれも秘仏であり60年に一度日の江戸らの年のみ開帳されるが、秘仏寿司の前に、お前たちと称する代わりの像が常時安置されている。お前たちの魔王尊像は、背中に羽を持ち、長い髭を蓄えた仙人のような姿で、鼻が高い。後輩は、 この葉でできている。他方等に、アンチの五方魔王尊像も、同じような姿をしている。このことから、クラマ狗とはもともと五方魔王尊であったと思われる。また、16歳とされている割に年を取った姿を、している。天居2000年、平成12年までに、指定の国宝、重要文化財については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、 名称創作員統計資料毎日新聞社2000による。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。